はい、こんにちは。サッパ TV です。私のチャンネルではよく紹介している格安パソコンブランドのバストキングさんから今回新たに格安タブレットの新しいモデルが発売されたということなのでご紹介いたします。まず最初に特徴をお話しすると、従来のモデルよりも CPU の性能が上がったっていうところと、それとタッチペンとキーボードがセットになったオールインワンセットっていうところですね。絵を描く方にはおすすめですね。格安タブレット探してるけど少し高性能なものを探しているっていう方におすすめできる商品ですね。はい、というわけで本日おすすめする商品がこちら、タッチペンとキーボードがセットになった高性能格安タブレット、バストキングキングパッド K10。 メーカー公式ページではすでに販売されていて、 Amazon ではこれから販売される予定だそうです。性能も上がったオールインワンタイプの格安タブレット、一体どんな商品なのでしょうか。みんなが求めるインフォメーション、サッパ TV。 まずはパッケージですけど、アップル製品にありそうなシンプルなかっこいいデザインですね。そして写真の通りキーボードとタッチペンがセットになっているモデルですね。右上にはこのようにバストキングキングパッド K10 プロと書かれていますね。プロって書いてあるってことはなんか上級のモデルなんでしょうかね。見た目はね、タッチペンもついてキーボードもついてとってもかっこいいですよ。横から見るとキングパッドって書かれてますね。反対側にバストキングって書かれていて、箱の裏には本体の性能がね少し書いてあるみたいですね。それでは箱を開けてみましょう。上の蓋を取ると出てきましたね。この袋に入っているのが本体ですね。こちらを開いてみましょう。オープン、こちらです。バストキングキングパッド K10 です。どうでしょうかね。まあ、見た感じはそんなに大きく変化はない、まあ、従来のタブレットって感じですね。横から見るとこんな感じですね。本体ね、とっても気になるんですけど、ちょっと最初に梱包内容を確認します。またね、本体後でやりますので梱包内容を見ていきましょう。まず最初にご紹介するのがこのタッチペン。これがまずおすすめポイントですね。タッチペンが付属してきますので、まあ、特に絵とかね、なんかデザインを描いたりする人にはおすすめの格安タブレットですね。後で私ね、実際絵描くのでそれも見てください。どんな絵を描くかお楽しみですね。タッチペンの先端がこうなっていて、これは樹脂でしょうかね。続いて箱をね、開けていきます。こちらに紙類が入ってますね。こちらが保証カードのようですね。これがメモリーカードのアダプターを出す時のピンですね。こちらがクイックガイドですね。まあ、簡単なんですけど本体の使い方を説明しています。付属してくるキーボードケースの使い方もね、説明していますね。こちらがタッチペンですね。あとはこのようにね、すごい簡単なんだけど操作の方法が書いてあります。そしてこちらが説明書ですね。先ほどのよりもね、しっかり細かく書いてあります。で、言語はね、日本語もありますので、最初は外国語で最後の方に日本語が来ます。説明書はこの写真とか図入りでね、とても分かりやすく説明されていると思います。あとはタブレットのね、あの Android の OS の設定の方法とか書いてありますけど、まあ、これはね、まあ、共通なので皆さん持ってる方は分かるかと思います。あとネットなんか調べればね、今細かく書いてありますので、ネットを参考にしてもいいかと思います。あとは Wi-Fi 接続の方法書いてありますけど、こちらはね、あの SIM カードには対応していません。そして製品仕様がね、この右側に書いてあるんだけど、ストレージが64で RAM が 4GB って書いてあるんだけど、ネットの方だとストレージが32で RAM が 3GB って書いてあるんだけど、本体見てみるとこの説明書の通りになってるので、まあ正しいのかなと思います。また担当の方に聞いてみますので、返答あったらまたコメント欄に書きます。こちらが本体を充電する時のアダプターですね。 USB コードを挿して使えます。こちらが先ほどのアダプターに挿して使う USB ケーブルですね。そしてこちらもおすすめポイントのキーボードケースですね。格安タブレットでこういうキーボードケースとかタッチペンがついてくるのは珍しいのではないでしょうか。開いてみると中にキーボードが入ってます。これは嬉しいですよね。
格安タブレットでキーボードを使いたいなとかタッチペン使いたいなって思う方いると思うので、そういう方にはぴったりのセットですね。キーボードにはパッドまでついてますね。格安タブレットだけど簡単なね、なんか文字の入力作業とかね、これなら便利ですよね。あとはカバーのここにね、あの端子があって、これで通電するんでしょうかね。カバーになっているので、まあ、どっか旅行先とかね、カバンの中入れといたりするときに傷がつかなくていいですね。タッチペンを収納できる部分もありますね。そしてさらにおすすめなのが、このようにカバーが角度つけられるんですよ。なのでこのまま立てかけて作業することができます。さまざまな機能がある使いやすいキーボードケースですね。梱包内容は以上になります。それでは本体の方を見ていきましょう。今表示されているものがスペックですね。ディスプレイは 10.1 インチで、まあ、ちょうどいい使いやすいサイズじゃないでしょうかね。画面は従来のものとそんなに大きく変わりはないけど、一応ねこのガラスタッチスクリーンということで、結構格安タブレットってプラスチックみたいな画面あるんだけど、まあ、ガラスタッチっていうことで綺麗ですね。丈夫そうな感じがします。この後ね実際に電源入れて、あの液晶の様子も見れるので、また後でねご覧ください。これが横から見たタブレットですけど、まあ、薄さもね、まあ、従来の薄さでしょうかね。こちらにスピーカーと先ほどご紹介したキーボードカバーの端子と設置する部分がありますね。端子の部分が。それではね本体の端子類のご紹介です。これがマイクロ SD 端子とイヤホンジャックですね。メモリは最大 512GB まで拡大できるそうです。そしてその横に行くと電源ボタンと音量調節ボタン、リセットボタン、 USB ですね。こちらが背面ですね。商品ページにはフルメタルボディと書かれていましたね。そしてここにねカメラと LED ライトがついてます。ちょっと言い忘れましたけど、これ外側と内側にカメラあります。2つあります。外側には LED ライトもついてます。これは今電源を入れて立ち上げたとこですね。しばらくするとこのように Android の最初の画面になりますね。 Android の立ち上げはねスマホとかと同じなので、ここはね省きます。そしてロック解除、顔認証でもできます。格安タブレットですけど、まあ普通のねタブレットの Android の使い方はねできるみたいですね。最近ねこのログインの方法で顔認証ってよくありますけどね、そういうのもねしっかり使えるっていうのがいいですね。それでは本体触っていきますけど、せっかくなんでねタッチペンを使ってみましょう。タッチペンはこのようにキャップが取れて中に電池が入ってます。あとはねタッチペンを指のように操作して、このようにね画面を触ればいいだけです。そうすると指で触ってるようにねタッチペンでも操作することができます。で、あとはねタッチペンを使って絵を描いてみたいなって思ってる方ね、あのどんな風に絵が描けるのか、絵の描き心地みたいのを知りたいと思うので、私が絵を描いてみたいと思います。はい、完成しました。何の絵かもお分かりですね。そうです、菅総理です。それでは次はねベンチマークスコアと、あと YouTube の動画見て色のね発色とかを確認していきたいと思います。これ今 YouTube 開いて操作してるんだけど、まあ、操作の感覚もねあのスマホで操作してる液晶と何ら変わりはないですね。で、色の発色はね
綺麗な色だなと思います。まあ、こうやって映像を見てもらうとわかるんだけど、まあ、全然綺麗な映像ですね。まあ、アニメ見たり映画見たりするには十分の発色、綺麗さじゃないでしょうか。家で YouTube 見て楽しむには十分なタブレットですね。あとはこのようにね、ニュースの記事読んだり、Amazon でお買い物したりっていうのもね、十分できますね。次はね、本体のカメラで撮影した写真ですね。これが背面ですね。まあ、格安タブレットで結構写真、カメラ、あんまり良くないの多いけど、まあ、それなりに撮れてんのかなって感じですね。今のカメラと比べると、ちょっとレベルは下がるかもしれないけど、まあ、これだけ撮れてれば十分じゃないでしょうかね。それではね、気になる性能ですけど、今回もこのジークベンチっていうアプリを使って、このタブレットのね、性能を見ていきたいと思います。で、私もね、格安タブレットをいくつかね、このアプリ使ってベンチマーク出したんだけど、格安タブレットっていうね、部類のタブレットは、まあもちろん値段が安いから、今現行で販売されている最先端のね、タブレットに比べたら全然、レベルは下がっちゃうんだけど、まあ、それでも、まあ、YouTube の動画を見たりとか、ネットサーフィンやったりとか、ちょっとメールしたりとか、それぐらいがね、多分限界だと思うんだけど、今回もね、かなり低いベンチマークのスコアが出るのかなって予想してたんだけど、ちょっとね、予想を裏切ったというか、まあ、見ていただきたいです。こちらです。シングルコアスコアが363で、マルチコアスコアが1329。まあ、これね、もちろん、今のタブレットと比べてすごい低いんだけど、このデータ見るとわかるんだけど、ちょっと一昔前のシャオミやギャラクシーなんかにちょっと追いついて少し超えてるぐらいのレベルまで来てたんですよ。これがちょっとね、今まで紹介した中でレベルアップしてんなって思ったポイントですね。なので、まあ、もちろん格安タブレットなので今の新しい機種には追いつかないけど、まあ、過去のスマホぐらいのレベルだったら、まあ、操作できる。YouTube とかもできるし、軽いアプリだったら多分できるんじゃないかなっていうレベルのタブレットなんだなって思いました。はい。というわけで、バストキング、キングパッド K10 のタブレットのご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。担当者の方の話だと、お値段、この表示されているお値段で、割引クーポンがつくんじゃないかっていう話をしていましたね。で、私が使ってみた感想は、私のチャンネル見てる方はわかると思うんだけど、このメーカーのね、前のモデルも紹介してるんだけど、そのメーカーの前のモデルよりも良くなってますね。まあ、先ほどのね、ベンチマークのスコア見ていただいてもわかるんだけど、まあ、今まで YouTube かメールかネットサーフィンぐらいしかできないんじゃないかって思ってたんだけど、まあ、その過去のね、スマホのレベルまで、その CPU が来てるなら、まあ多少のアプリは動くんじゃないかなって思いますね。で、格安タブレットの使い方としては、まあサブ機みたいな使い方、動画見るだけとか、まあちょっとメールとかネットサーフィンするだけがいいですよっていう話をね、前からしてるんだけど、今回このタッチペンがついたおかげで、それ以外にも使い方、用途が広がったんじゃないかなって思いました。まあ例えばお絵描きする人もそうだし、何か専門的にデザインとかをね、簡単に書きたい人とかにもおすすめできるタブレットだなって思いましたね。はい。というわけで、そろそろお時間の方がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。